同盟国の敗戦の後、賠償金代わりに敵国指導者セシエリオに嫁ぐことになった小国最小の娘ベルティーヌ。しかし蓋を開けてみれば、どうやらこの件は向こうの了承なく本国が勝手にやらかしたことだと。本国に戻るつもりがなく飼い殺されることも嫌うベルティーヌは、手持ちの貴重品をさばいて得た資金、持ち前の商才と幼い頃から仕入れられた知識を駆使して商売を立ち上がりました。その活躍はやがて彼女が嫁ぐはずだったセシリオの目にも留まることになって、さらにその才覚を発揮することになる。強いヒロインの語る作品にいろいろ方向性があるけど、本作は一つ図のけていると思います。本当に強気のところが前面に出していて、屋敷に到着早々やからせにあって、最初は少し承知したが、すぐ偽善と屋敷を出ることにした。責任者が謝罪とともに渡した紹介状を破った時はさすがにびっくりしましたね。こういうプライドが高いヒロインは結構塩梅が難しくて、下手すると高慢無能の方向に転んでしまうこともあるけど、本作はちゃんと気の強さに釣り合う能力と行動力を持っているし、強気ではあるけど尊大な態度で人を接することは一切なく、あくまで理不尽にないがしろにされる時に限って相応に立てつくだけ。その聡明さとカリスマ性は自然と周りの人を引く。別に魔法が使えたりチートを持っているわけではなく、自分の知識と頭脳で最初の商売を立ち上がって、セシリオと交渉して自分に賠償金以上価値があることを示しました。その全てがベルティーヌが持っている手札だけでできることだから、無理やりに持ち上げられることは一切ないけど、同時にそれをやり遂げるにはただならぬ気概と行動力がいるのも明らかなので、結構序盤からベルティーヌの人物像が鮮明に描かれています。最初はすれ違いがあったけど、ベルティーヌの周りの人たちはセシリオを含めてみんな基本優しいです。セシリオは上司の立場としてベルティーヌがやっていることに過剰に干渉せずに見守って、そしてベルティーヌが交渉に向かう先にも交渉相手に恵まれることが多い。そのおかげで彼女ものびのびと活躍していますが、その環境を最大限に利用したのは彼女自分自身の実力と人徳です。本作の舞台になる連合国は南国風な国であり、ベルティーヌは仕事の中旅を満喫して読者にも楽園のような雰囲気が伝わってくる。イラストも含めて少し童話風な感じがします。人間の生死、政治の陰謀、そういうダークなテーマも確かに存在はしているけど、人とその生活においてポジティブな一面を中心にする割合が圧倒的に多いです。戦後の国ではあるが、戦争そのものなどの残酷描写もないので、そういうのに苦手な方も安心して読める作品です。全体的に優しい雰囲気が漂っています。作者のシュウさんは小説家になろうにていろいろな作品を公開しており、本作みたいに強い女性を描く作品も多いです。先もまた新作の書籍が出ましたね。その中でも本作は一番入門向けな作品だと思いますので、色鮮やかなヒロインを見たい方はぜひ本作を読んでみてください。ではまた他の感想動画にお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。